週刊人物大辞典。はい、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、番組が今週注目した方ご紹介します。週刊人物大辞典、まずこちらの方ご紹介しましょうか。はい、高野真宙ちゃん8歳です。小学校2年生。今週の日曜日1日ですが、2020年東京オリンピックで種目入りを目指す全日本空手道連盟が行いました会見で PR 大使に真宙ちゃんが就任いたしました。とにかくすごいのが空手の方、ご覧ください。こちら普段こちら空手やってる時もう目力が違います。すごいね。小学校の学年別の全国大会でも今2年生ですけども2連覇中ということなんですね。まひろちゃんの実力ご覧ください。毎日辛くても練習を頑張ってオリンピックに出て優勝したいです。今週日曜日に行われた全日本空手道連盟の会見、周囲の度肝を抜いたのが自慢の型を披露した高野真宙ちゃんだ。空手界期待の星真宙ちゃんはどんな女の子なのか、取材班は新潟県長岡市にある小学校を訪ねた。縄跳びの競争で最後になるまで跳び続けた真宙ちゃん、やはり運動神経は抜群のようだ。そしてママ休み時間も体を動かす、とにかく元気な女の子だ。真っ先に宿題を済ませトレーニングに入る。今何乗ってんの？バランスボールです。空手でもバランスが良くなるとジャンプとかの着地もうまくできるからです。夕食を食べるのはこの後に空手の練習が控えているため基本午後5時ごろ。まさに空手中心の生活を送っているのだ。普段はどんな子ですか？空手だとしっかりした感じなんですけど、普段は本当ちょっと抜けてちょっと天然というかなんか独特なオーラが兄弟喧嘩とかする？食べ物とか高橋くんも負けてもいけないというか怒ってじゃあお前だろ。2歳年上の兄正輝くんとは喧嘩をしてもいつもすぐに仲直り。ほぼ毎日一緒に空手の練習場に通っている。ひとたび道着に着替えるとその表情が一変した。鋭い眼光。真宙ちゃんが得意とする空手の型は四方八方から攻めてくる敵を想定し技を繰り出すもの。試合では技のキレや正確さに加え緩急の変化などが重要になる。真宙ちゃんが空手を始めたのは4歳の時。先に空手を習っていた兄の正輝くんの影響だった。かっこいいなと思ったから強い人になりたいなっていうのがあって習いたいなと思いました。現在小学生の学年別日本一を決める大会で2連覇中の真宙ちゃん。4年前から指導をしてきた菊池さんは真宙ちゃんの凄さをこう語る。やっぱり集中力がすごいですね。一旦稽古に入ると笑わないぐらい集中してると思います。ということで本当に笑わないのか試させてもらった。にらめっこしましょう。笑うと負けよ。アッププスタ
タッフが見せるインパクトのある変顔にまひろちゃんは耐えることができるのか。ここからはハウス食品グループの提供でお送りします。にらめっこしましょう。ワールアウトマーケをアップップ。さすがのまひろちゃんもこの勝負には完敗だった。そしてこの日練習場には空手経験者であるお父さんの姿が。とにかくまっすぐな大人に育ってほしいと高野家に空手を取り入れたのだという。武道を習わせて礼儀挨拶やそういう人との付き合い方とか、うん、そういうのをこう学んでほしかったので。空手の PR 大使になったらどうしていきたいとかってあるよ。そうですね、もっとちっちゃい子とかでも空手をみんな習ってもらってその空手を広めていきたい。天才空手少女高野真宙ちゃん、これからも武道の精神を忘れず突き進む。どうですかこの目力と、うん、8歳にして空手を広めていきたいというあのしっかりした考え玉じゃん、うん、いいですね。で空手かっこいいのもありますし、なんかすがすがしいですね動きって、ね、改めて見ると、ね、キレがあるっていう、まあ、天才少女っていうふうにご紹介しましたけど、もしかしたら天才じゃなくてこう努力の積み重ね、うん、あれだけ練習してるわけですから、うん、その結果が今のこの真宙ちゃんのパフォーマンスになってるのかもしれませんけれども、やっぱりなんといっても集中力が重要ということで、真宙ちゃん集中力を高めるために、普段はこういったことの以外にこんなトレーニングもしております。こちら、はい、テニスボール積み、それとこれが来たのか、はい、積み上げるんですって。一茂さんもね、番組中集中してると思いますんで、これを積むの、それ積むんですって。難しい。これを積むの、それ積むんですってよ。でも一茂さん本当はあの格闘技やってるじゃないですか、はいはい、それを家でこう時間があるときはいつもやってるんですって。それを詰めるぐらいの集中力っていうのはやっぱりこう試合に生きてくるわけですよね。いや集中力、ね、ちょっとごめんあんまり聞いてないんだけど、そうです集中そっちに集中してるわけですよね、はい、いやでもそうなんですって。なんかいろいろ鍛え方あると思いますよ集中力のね、はい、僕ら野球やってるときはなんかろうそくの花を見ろとかさ、あなんか一点を集中するってことが大事だから、はい、多分これも一点集中。この番組はしかし収録番組じゃないですよね。これずっとやってていいんですか。いいですいいですやってていただいて結構でございます、はい、これなんとかやりたいね。ちょっとタマちゃんやってもらおうかじゃあ、うん、ぜひ。タマちゃんはねもうテニスボール積みのタマって思い出します。無心になれる人ができるとタマだからね。なんかみんなすごい変なちょっと確か自分の世界には入りますね。まあでもこれで集中力をすごいね高めて。だってバランスボールに何気なく乗ってる。バランスボールあれもう皆さんやったことあると思いますけど、はい、乗れないですよあれ、うん、あれをあんな軽くやってるということで。さあ5年後14歳です真宙ちゃん、はい、型で、世界選手権というのはですね、うん、16歳以上という年齢制限があるんですが、うん、全日本空手道連盟、うん、もしこれが2020年まだ決まってないですけども東京オリンピック空手も採用されたらその出場の年齢制限引き下げっていう検討もあり得るという、うん、もう完全に真宙ちゃん対策ですよ飯田さん。これいやすごいですね、うん、そこまで注目されているっていうのもまた自分に伝わってくるんで、はい、これをなんかいい意味でプレッシャーとしてもっと成長するかもしれない。それはもう楽しみですよね。そうですね。吉永さん、まあ、東京オリンピックで空手がね採用されて、うん、そして真宙ちゃんがこれ出たら、うんまあ、こんないいことはないですね、うん、ね。なんかこれ見るだけで採用してほしいなって気になるじゃないですか。もうそれで十分もう PR 大使は意味ありますよね。そうですね。やっぱ見てると。かっこいいなと思うんですよ。私がもし7歳で今この映像を見たとしたらば、うん、やりたいと思うの。あなるほどね、うん、吉永さん、はい、空手は老若男女かかわらずいつからでもできます、ね、なるほど全然できます。武道っていうのは、うん、いつになってもできるから武道なんだ。同時神経痛でもできるの。それは分かりません。そこは自分と相談してください。基本的にはいつでもできるのは武道です。スポーツじゃなくてスポーツじゃないから、うん
はい、でも私が今やってもオリンピックの君はないからね。やっぱ若い子がやるとやっぱりその人のがバッと広がって、ね、まあ、オリンピック関係なくその空手道武道をやるっていうのはいいこと。そしたら多分心血治るかもわかんない。筋力低下で痛くなってる可能性もありますから、ね、結構スローモーション痛くなるかもしれません、ね、5年後期待をしていただきたいと思います。東京オリンピックの種目入りを目指す全日本空手道連盟 PR 大使に任命されました高野真宏ちゃんご紹介しました。